これはある業者さんから購入したムサブルージャワアイスクリームバリエガータフイリアイスクリームバナナあるいはブルージャワの苗なんですが。 まあ芋と妹家芋があるだけで根はほとんど出てなかったと思うんですね出ていないように思います。それでほんのちょっと薪葉が 1cm 弱ぐらいのぞいていてまあ、土に。 このロング不織布ポットに用土を入れて埋め込んでおいて芋を埋め込んでおいて様子を見ていたんですが薪葉の動きが全然ないんですねそれでこういう場合には大体バルブ苗の輸入苗というのは自分で輸入したものであっても業者 を介して輸入したものであっても後々ダメになる確率が高いんですね要するに家系をカットバックしてすぐに成長しないものは芋にも問題があるということなんですよ芋が神経が生き生きしていればすぐにき葉家系の中心から芯を出すものなんですね それでちょっとついていた巻き葉の先端の部分をカットしてみたんです。で1日経っても変化がないし掛けをカットした時にこの周囲のところが褐色になってたんですね。ということはもし 健全な穴絵でしたら、家形をカットバックした時には、だいたい綺麗な薄い黄緑色、白か薄い黄緑色なんですね。そうではなく、周辺の色調が 色調の中に褐色が混じっている場合には苗そのものが不健全な場合が大半なんです。要するに銅管と腫管溶水分の上昇加工をする上から見たら穴みたいなところが機能していないということなんですね。 ですから神経そのものに、もそのものに問題があるということですね。まあ念のため、もう一度1センチか2センチかカットバックしてみて、それで巻葉の芯芽、芯が上がってこなければ、これはいずれダメになると思うんですね。これまで私はタイから輸入して、 何度かそういう目にあっているんですそういう場合には業者によって対応が違うんですがダメになったらその送料を持ってくれればもういっぺん送り直すという業者があるので、まあ、国内の輸入代理店さんを通じてですね一応その旨を伝えてもらってまあ拉致が開かなければ 私が知っている業者タイの輸出業者なら直接メールして写真も送ってこのような芋苗は健全ではなかったのではないかとクレームを申し立てるつもりなんですね。もう一度だけカットバックしてみようと思います。2度目のカッットバックをしてみたとこころですこういうふうにですすうういにね 茶食の部分があるというのはこれは完全な苗ではないということなんですよね。だいたい全てが薄黄緑の新鮮な色調であるのが健全な苗の証拠なんですね。これはだいたい周りだけじゃなくこの中心のところ。 にもこここですすねね色化した部分がありますよねこれはやはりノーマルな名前ではないということですね。これはタイの発送元の業者にやはりまず業者さんからクレームしてもらって。 それで拉致が明けな開かなければこちらで直接。この写真、ムービーなどを示して。送り直してくれるように言わないといけないですね。まあ、安い苗ではありませんのでね。